はいどうも、サレ編一部こと、ひかりです。今回はね、前回もお話ししました、ハードオフの本人紹介をしたいと思います。はい。こういう感じでね、まあこれだけじゃないんですけど、今回はね、3店舗か、回って、まあ、予算内で買ったものを紹介します。はい。まずね、1個目がね、こちらですね。はい。前回の動画でも紹介しました。ついにゲット。ゲームボーイアドバンス SP ですね。はい、見ますかね。はいはい。こんな感じ。なんと、540円でついに見つけました。ちなみにね、充電、アドバンスまでは電池だったんだけど、これから充電になって、充電器は、任天堂 DS と、DS ライトはまた別なんだけど、DS と同じやつでやるんで、まあまたね、はい、そちらで紹介したいんですけど、こんな感じでね、はい、青ですね。まさか青。青が一番いいよね。俺、ビータも青かったからさ。はい、こんな感じですね。アドバンス SP とね、これすっごいですね。動作確認はしてないんだけど、多分つかないと思います。まだ充電してないからね。あ、もう、あ、ボリュームか、これ。どれや、あ、これだ。行ってみようか。いいよ。うん。あ、つくんだ。あ、でも電池は赤だね。やっぱ充電が必要ですね。明るさそう。うわ、バックライトじゃね、これ。完全に。わかんないけど。明るいんだけど、普通に。アドバンス SP って。こんな明るいもんなの。はいはい、つきましたね。ちなみに、これは、ゲームボーイのカセットが、ゲームボーイカラーとかの、なんていうの、長方形じゃなくて、正方形に近い、こういう感じのカセットが遊べる、最後の機種ですね。多分。わかんない。これ遊べんだっけ？やべえ、ホコリが入っちゃった。やべえ。服っていうね。はいはい。まあ、今ちょっとやんないけど、まあ、動作確認とかまた別のね、充電器が来てからやろうかな。来てからっていうか、ハードオフで、DS の充電器だから多分100円で売ってると思うんで、まあ、100円でどっかで購入します。はい。ということで次行きましょう。次がね、こちらですね。また店舗は別の店舗なんですけど、これ。ソニーの、ウォークマン。カセットウォークマンですね。はい。なんとね、やっちゃまってるよ、これ。どうせ NG で324円。はい。カセットウォークマン普通に欲しかったんで、まあ、ちょっとね、開け方はここからこうな、手で開ける感じなんだけど、なんか中もちょっとね、なんか軽いというね。しかも、だからね、これ買った理由としては、はい。単三電池2本で動きます。いいね。ガム電池とか、外付けの電、パックとかじゃなくていいんだよね。ほんとはここにベルトにね、挟む用のなんか、あったんだけど、これはね、ちょっとついてなかったですね。はい。どうせ NG ってことで324円でした。実際テープ入れて確認したところ、通電はして、なんか、動いてはいるんだけど、テープは再生されなかったということで、ゴムベルトが伸びきってる可能性があります。ということでね、これは修理したいんで、ちょっとそれはそれとまた別の動画でやります。はい。ということでね、次行きましょう。次はですね、CD、DVD 関係ですかね。はい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 。まあちょっとね、これはね、サクッと行きたいと思うんですけども、CD、DVD 関係がいろいろあるんですよ。はい、まず EXILE 系が結構充実するとこがあって、古い EXILE のアルバム、まあこれね、正確には EXILE 図ってことで、EXILE とかいろんなところの、なんかアーティストがこうね、やってるってことで。まあ、有名な曲とかはそんなないんだけど。うん。まあ、運命の人とか EXILE の。まあ、EXILE ズっていうね。昔の EXILE だね、完全にね。はい。っていう、これがあってと。はい。ちょっとここに置くとダメだな。どうか。はい。そして EXILE で言うと、あと、これはね、完全な EXILE の、はい。古い EXILE の EXILE ベスト。Perfect Best。はい。古い EXILE ですね。この時のメンバーぐらいの人がいいんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、まだ、あんま売れてない頃の、あ、違うな。まだ、アキラがいない頃か。だから、一番いい頃のメンバーではないかな。うん。まあ、ベストということで、2枚組、あ、じゃなくて、DVD も含めて3枚組、ですね。はい。で、チューチュートレインとか入ってますよ、これ。はい。あとね、曖昧な僕の輪郭だっけな。そんな感じとか、いろいろ入ってて、砂時計。うん、うん。運命の人も入ってるし。まあ、とにかく、チューチュートレインが入ってるということでね、これは、うん、いいと思います。これもね、さっきのも今のも100円でした。でもって、EXILE で言うと、これも買いましたね。はい、EXILE のライブ DVD。この時が一番、アキラとかもいる。もう一番アキラ、これね。はいはい。一番いい時のやつですね。はい。チューチュートレインも入って、サマータイムラブとか、ラバーズアゲンも入ってるね。ラバーズアゲンが入ってるっていうのはいいね。うん。EXILE のライブ DVD。EXILE、エボリューション。レボリューション2007。まあ、結構前ですね。はい。これ100円で売ってたってことでね。ちょっと見たいんで、見ます。人数増えてからちょっとね。はい。でね、次がね、これが意外と当たりで、まあ、まずね、クラブディズニーっていうね、なんかディズニーの曲のクラブ系なんだけど、まあ、ディズニーの曲とかちょっと定かではないんだけど、
まあ、こんな感じでいろいろ入ってて、まあ、クレヨンみたいなブンいやブンなんかなんもう表現できないけど、こんな感じ、イメージで言うとこんな感じのクラブミュージック EDM みたいな、はいはいはい、すごい良かったです。100円、これはねめっちゃ名盤、良かった。これはめっちゃみんなも見つけたら買ってみてください。めっちゃ良かった、これは良かった。そしてラスト、まだ弾いてないんだけど、まだ未開封だね、これ完全な未開封で、地域バレード、スーパーガールズとかと同じレベルから出てるアイドルですね、の待望のミニアルバム、大合唱曲トゥゲザーで声を枯らす、どういうこと、まあまあミニアルバムですね。ね、5曲入ってます。はいはい、地域バレード、可愛いんですよね。可愛いっていうか、うん、なんか普通になんかいいよね、地域バレードって。まあちょっと開いてないけどね、開封したいと思いますね。はい、未開封で5枚ぐらい、5、6枚、一気に売ってありました。握手券がなんかついてたのかな、ちょっとわかんないんですけど、まあとりあえず開封していこうかな。はいはいはい、色褪せは半端ないですね。見てください、これどんだけ日焼けさせたのみたいな。はい、中はこんな感じと、はいはいはい、なんかついてるかな、おまけ、生写真とかついてるやつもたまにハードオフ売ってますからね。はい、チキーパレードね。はいはい、ね、こうあとお菓子とか、あ、なんか入ってるね。はい、こんな感じです。しまうのは時間かかっちゃうんでね。さあ、あとは、あ、あとこれも紹介したかったね。はいはい、これも前回の動画でも言ってたんですけど、こちらですね。はい、タコ足配線ですね。タコ足配線、これね、電源オンオフができて、はい、でちゃんとブレーカーもついてて、なんかすごい良くて、これ300円だったんです。320円、まあまあ綺麗じゃん。こういうのってすごい汚いのとかあるからさ、色褪せもあんま目立たないし、これは。まあ、これでね、ちょっと僕ね、テレビのとか、テレビってさ、いろんなのつけんじゃん。だからすげえ、足んなくて、コードは。しかも、これですぐ切れるから、節電にもなるから、いいかなと思って、320円ということで購入しました。はい。これはね、非常に良かったですね。はい。で、ラストはもう前回の動画でも紹介した、ちょっとね、今回はもう、チラッとしか紹介しないけど、これですよ、これ。ウィーン。真っ暗やないか。まあ、こんな感じでね。はいはい。エヴァンゲリオンの、パスストローダイの実機、本体ですね。を買いました。はい。まあ、それについてはね、近々レビューするんですけど、ちゃんともう電源も入ったんですけど、音の出し方がいまいちわかんないです。はい。音の出し方がわかんないけど、ライトとか、なんか、モニターというか画面の付け方はわかりました。はい。あとね、パチンコ玉が入ってなかったんですけど、5ぐらい入ってたんで、とりあえず遊べます。はい。で、また後ほどもっとね、必要だということになれば、多分循環器なんで、多分大丈夫だと思うんだけど、もうちょっと必要だということになれば、安いと思うんで、どっかで、ゲーセンかなんかで買ってきてもいいし、普通にネットで買ってもいいと思うんで、うん。パチンコ玉がないというだけで、2160円、税込みでした。めっちゃ安い。あざっす。探してたんで、めっちゃかっこいいしね。はい。ということで、今回のハードオフはね、こんな感じでした。めっちゃいい買い物でしたね、今回は。いや、今回ね、前回の動画で紹介したあのハードオフは、めちゃくちゃ良かった。はい。どこかってね、微妙に教えたくない、みんなに。なんでかっていうと、なんか、人気になったら困るっていうか、もうなんかね、相当いいからね、あそこ。あんま人は来てほしないよね。いいよ、あれは。うん。でもね、またね、そのまた別の店舗のハードオフでも、もう一個、店内で撮影してあるから、それもちょっとナレーションつけて、お出したいと思います。はい。それで以上で、サイレン市場のハードオフ購入品紹介でした。バイバイ。